報センターから台風6号の最新情報をお伝えいたします。まずは現在の雲の様子です。台風6号の雲、まだ台風特有の綺麗な渦巻きにはなっておりませんけれども、一部活発な雲というのが見られるようになって徐々に発達しているという様子を示しております。台風6号は18日15時現在、南大東島の南南東の海上にありまして、北北西にゆっくりと進んでいます。中心の気圧は996ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は20メートルです。この後明日以降は徐々に西寄りに進路を変えまして、20日の15時には沖縄の南東海上に達して強い勢力となる見通しです。この時点での中心付近の最大風速は35メートル。さらに21日になりますと勢力をさらに強めていきまして、先島諸島に近づいていくというふうに見ております。明日は南大東島、そして明後日以降は沖縄本島や先島諸島に影響が出てくる見通しで、この後台風対策が必要という状況になります。雨の予想を見ていきますと、19日の午後の段階で南大東島に台風周辺の活発な雨雲がかかり始めます。明日の夕方以降はさらに雨風が強まるような状況となっていきますので、南大東方面では早めの対策が必要ということになります。またまだ台風から離れている沖縄本島なども、明日には台風周辺の高波が押し寄せてくるということになります。沖縄や奄美周辺では3メートル以上の高波が明日の午後以降押し寄せてくるような形になりまして、場合によってはこれよりも高い波ということも考えられます。台風の接近に伴って徐々に波は高くなっていくということが考えられますので、海の対策というのはできるだけ早めに行うようにしてください。今年最初の台風、本格的な台風の接近となる沖縄方面、この後は厳重な警戒が必要になってきます。